はいどうもこんにちはフワですはいえ今日はですね、えー、何についてお話をしていくかというとあなたが一番最初に自分がね自分を変えたいとか起業したいって思う時にまず具体的に何をすればいいのかそれについてお話をしていきますでまあ早速ね何をすればいいかっていうことなんですけれども周りの5人を変えるってことです周りの5人いいですかもう一回本当これ大事なことがいいんですけど周りの5人ですででなん周りの、ね、5人が 大事かっていうと昔からね類をと「類は友を呼ぶ」とかいますよねそういうふうに。で人ってその一緒にいる仲間のその癖とかそういう何かねあの思考とかそういうのが全て映るんですよねいいですか。だからあなた自身が、ね、そういうふうに例えばじゃあ起業しようって思って本を読んだりとかね例えば商材、まあ、とか買ったりとかもちろんそれも大事なんですけど一番、ね、その本当に細かいところをしっかりねあの盗んでいくためには絶対ね その付き合う5人とかそう経営者とか起業家だけにした方がいいんですよこれ本当にいいですかで僕もね本当に一番最初に今の自分のねメンターにそれ言われたんですよねまず僕は何をしたらいいですかって言ったらそしたら周りの人がもう絶対大事だからっていう風にすごく強く言われたんですよねでそれはまあ今名古屋に住んでるんですけどまあ東京のセミナーにね受け入った時にもうほにそれだけ周りの5人だけを変えるんだっていうそういうことだけをね本当に考えてきて 今までやってきたから自分もね、いろいろ変われたのかなっていうのを思ってます。そう。なんでね、あの、本当に人って、その何かシェアハウスとかね、なんか周りのね、友達とか一緒にいる人って多分きっと変わりますよね。なんか癖とか笑い方とか。きっとそういうの映るように、本当にそういう思考とかも、経営者の思考だったりとか、考えとかね、マインドだったりも全部そういうの映ってくるんで、まずは、えー、周りの5人っていうのね、今の5人よりも、 ちょっとねその、まあ、例えば年収レベルだったりとか例えば自分の、ね、理想の,、ね、その将来のライフスタイルだったりとかいろいろそういうところに基準を合わせて書いてみるといいのかなというふうに思います。ということで今日見ていただいてありがとうございました。